ポーズ脇坂純一監督、大島和也選手、山下健太選手です。大きな拍手でお迎えください。こちら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 、ようこそお越しくださいました。まずは開口一番言わせてください。第4戦対優勝おめでとうございます。はい、おめでとう言われてるの何してんのお前ら。どうしたんですか。マイククソつくないですか。熱い、ビニールの部分持てば大丈夫やろ。ちっちゃいっすよ。申し訳ございません。ありがとうございます。はい、もう待ちに待ってました、このことを叫べることを。なんかタイですね、まあいろいろ、まあ皆さんね、 J スポーツ等で見ていただいたと思うんですけど、いろいろありまして、もう本当にね、なんとか彼ら2人戦い抜いて勝ち抜いてくれたのかなと思います。で、まあブリヂストン来たんでタイヤの話しますけど、はい、あのタイに対してブリヂストンさんが用意したタイヤが2種類ありまして、はい、でまあ前半我々が履いてたタイヤが柔らかいタイヤで、他のブリヂストン勢が硬いタイヤで、後半我々そのまま柔らかいタイヤで、37が柔らかいタイヤに合わせてきたんです。で、ね、そう考えると36も速かったですよね。でそう考えると我々、ね、タイヤ選びずっとやってましたけど、はい、どっちのタイヤ選んでも勝てたんかなっていうような部分でブリヂストンさんには感謝したいなと、はい、ありがとうございます、はい、それだけちょっとお伝えしておこう。最初にね、いや皆さんに対して、後ろ側におられる偉い官に対して、ね、ちゃんと動画でも撮影してますね、安心。偉いさんに対していつも本当にお世話です。ありがとうございます。この部分だけ切り取って偉い方々にちょっとお見せいただければ。脇坂純一でございます、よろしくお願いします。政治家さんみたいになってますけど、はい、大島選手もぜひ一言お声を聞かせていただけますか。はい、はい、何について喋ったらいいですか。もう今も皆さんで言ったじゃないですか、優勝おめでとうございます。そうですね、待ちましたよ皆さん、大島和也の優勝。そうですね、どこに頑張ってました。あのモテギライの優勝でございます。2013年、長かったですね、勝ち方すっかり忘れてたんですけど。そんなことないです。思い出しました。そうですね、ちょっと思い出しました。はい、あのいい車といいタイヤがあれば勝てるかなと。そうですね、ドライバーの実力はでも間違いないですからね、はい、あとは車とタイヤと監督と全てが揃っての優勝。そうですね、なんか久しぶりにレースとレースの間がなんかあんまストレスなかったです。え、それまでストレスあったんですか。なんか悔しいレースした後、次のレースまですごいずっと悔しい思いしなきゃいけないんで。そうですね、そういう意味ではタイが悔しかったら、この空いてた1ヶ月が苦しかったでしょ。そうですね、でも優勝してもね、2週後にもうスーパー GT あるようなスケジュールもたまにあるじゃないですか。そうです、確かにタイで勝つと長いですからね。長いから引きずれてよかったですね。素晴らしかったですね。そして山下選手、なんかあのそちらで素敵なサングラスがとても似合っていらっしゃいますけれども、見事な優勝おめでとうございます。初めまして。初めまして。初めまして。私初めまして。初めまして。ナイスミーティーですか。ナイスミーティーでございます。ナイスミーティー。はい、ぜひあのファンの皆様に優勝のお言葉を一言。はい、タイでは応援ありがとうございました。タイでは応援してないところで。そうですね、あのお前が暑い中レース頑張ってた、最後も神経戦やってる間、皆さん多分涼しいリビングで J スポーツ見ていただいて。そうですね。いや、はい、ただチームとしてすごい勝ってなかったっていうのは聞いてて、でも今年の初めからもうずっとタイは勝つって、うん、もうチーム内でもう目指してたところなんで、はい、非常にあ、今いいですよ、喋っても写真ですからね。写真やったら喋っても大丈夫です、はい、プレッシャーはあったですけど、はい、勝ててよかった。いやでも私今日そういえば山下選手お誕生日だそうです。お誕生日おめでとうございます。そうなんです、8月3日のお誕生日で24歳になられる、はい、バースデーポールですね、はい、そしたらすごいですよね。じゃあ昨日迎えるとき何かやるかも。大丈夫です。いや本当にもうノリに乗って、今一番ね、あの注目伸び盛りの若手というふうに言われてますけれども、24歳の抱負を語っていただいてもいいですか。24歳抱負、チャンピオンで。お、シリーズチャンピオン、はい、おー、監督そうおっしゃってますけれども、まあ、もう健太が言うならもう僕もそういうことも頑張りたいなと思います。間違いないですか、はい、ちょっと、ま、このスピーカーの向き変えてもらいましょうか。マイクに大丈夫ですよ、大丈夫です、僕が近づくからです。キンキンちゃって申し訳ございません、はい、そうですね、本当に今ねシリーズチャンピオンって話がありましたが、体力奪ってしまうのもあれなんですが、椅子が熱いのかなと思い、どうですか、座られますか。一回座ってみますか。どうでしょう、
まあ、ギリギリ大丈夫です。ギリギリ行けますか。じゃあぜひ おかけいただきましてお話をね伺いしたいと思います。パラソルの方もご用意させていただいて、ちょっとねステージのトラックがね、ちょっと待ってください。はい、うちのレースクイーンです。うちのレースクイーンです。どうでしょうか。こんなおかしいやらんやろ。一応向こうからあれですよ、あのファンの方々が写真撮って言ってるのに、はい、僕らの傘出してくれてるとおっさんやん。いや、コスチューム大賞も狙ってます。コスチューム大賞狙ってるんですか。はい、す。じゃあもうお腹へこめていただいて。あ、そうですか。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いや、でも本当にね、ここでもうシリーズ、はい、チャンピオンが狙えるポイントトップということで迎えたこの折り返しの富士。どうですか。そうです。どうですか。今日朝からなんかあの思いのほかもっと下位に沈むかなと思ってて、もちろん予選になるとね、やっぱりハンデウェイト の有利なところがどんどん前に来るのは分かってるんですけど、はい、それにしても朝のフリー走行我々上位に折れてますし、で朝からずっとガソリン通でずっとロングランしてるんですよ、はい、まあ、予選なんてね500キロマイルで長いし、まあ、予選どうこうよりも、どう安定して走らせるかなんですけど、その割には彼らいいパフォーマンス見せてくれてるんで、まあ、富士に向けての入りはいいのかなっていうイメージを持ってます。そうですね。大島選手、そのあたり車の重さとか、まあ、年率とか気になりませんか。まあ、年率スランとして売られてて、はい、まあ、ストレートスピードはちょっとロスがあるんですけど、うん、まあ、ウェイト的には 34kg、はい、まあ、前回のまあ、そんなに30何キロだと影響はなくて、うん、マシンのバランスはいい状態です。まあ、単独で走ってる分にはほぼほぼ戦闘力があるんで、まあ、レースになってね、やっぱその300クラスとかに引っかかった後の加速とかやっぱちょっと負けちゃうんで嬉しいと思うんですけど、うん、まあ、思ってた以上に戦えてます。そうですよね。山下選手、先ほどあのシリーズチャンピオンの話もね来てくださいましたが、チャンピオンを狙うにはここと次のオートポリス、ここは絶対もう取りこぼしができないコースだと思います。なんか見たね、それ見ました。ブリヂストンのフェイスブックでも見たんですか。ちゃんと真面目に、あと昨日インタビューもね、はい、ブリヂストンのフェイスブックにインタビュー載ってますね、我々の取りこぼせないということなんですが、そのあたりはどうですか。そう、ごめんなさい、何でしたっけ。忘れちゃいますよね。あのここと次のオートポリス、この重たい車で走ってポイントをしっかり取っていかなきゃいけないかなと思います。でも昨日のインタビューの時さ、次のレースすぐだと思ってなかった。オートはしたあ、次どこ、オートポリスヤマケンの中で一戦なくなってたよね、シリーズ戦が。いや、オートポリスのすぐ逆だと思って、あえて触れなかったけど、まあ、でもやっぱ思いながらのどれだけポイント取れるかっていうのが非常にあのチャンピオン争いに関わってくると思うので、今回なんかは、まあ、多分勝てはしないですけど、もう表彰台ぐらい目指していかないと。今回表彰台あったら次3段目のリストリクターで。そうですね。ガソリンこんなだよ。皆さんルール知ってます？知ってますよね。ウェイトは50キロまでしか詰めないです。最近昔100キロとか120キロやりましたですね。でもあんまり重たいのでやるとね、衝突した時に衝突エネルギーがね、やっぱり質量の中に比例するでしょ。だそういう意味で50キロにして、その後リストレクターでエンジンにね燃料いく量を制限するんですよね。でそれが2段階我々してますから、ストレートスピードが今朝トップでね300何キロかいってるんですけど、我々280キロ台なんで、その分やっぱりきついなっていうのがありますよね。まあ、500マイル大変やろうけど。そうですね、4回これからピット入るということなんですけれども、はい、ね、私すごく感動したのが、優勝した時のタイでピットの方たちの作業が素晴らしかったですよね。あそこ本当に興奮したんですけれども、トムスを逆転した時、そうトムスがしくじりをった時に興奮したんで、ヨダマキは興奮したんですよ。脇坂監督がこうチーム作りをね、こう3年半かけて4年目でね、はい、作ってきた中で、やっぱりそのスタッフの方たちのコミュニケーション、そういったこともすごく力を入れて、あれ良かったですよね。でも本当にあれの裏にはですね、大島和也のファインプレーがあって、ね、J スポーツとかDVD 持ってる人ちょっと巻き戻して見てもらいたいんですけど、トムスにね、和也が坪井翔に幅寄せされまして、芝生を走ってトムスに抜かれたんですけど、まあ、この間バンドの特徴で坪井翔を芝居ときましたですけど、でそれで結構開いたんですね。で開いたままピットインするときにね、最終コーナーを大回りしてピットインするんですけど、そこでこいつね、ピットインするところのブレーキングで多分2秒ぐらい稼いでるんですよ、トムスに対して。
だからピット入ってきた時はもう結構詰め詰めてきとるでしょ。あれもう一つ間違えるとピットロード入り口のコーナーでちょっとオーバーでクラッシュしかけるぐらいが攻めとるんですよ。でそれがあってメカニックが逆転できるかもしれないっていうので逆転してくれて、で逆転したら今度ヤマケンがトップで出してくれた、これは俺は守らないといけないというね連鎖があって、ものすごくねもう本当にそう、そのトムスがあの失敗した時の興奮いうのは正しいんですよ。失敗じゃないです。今回大丈夫ですか、トムスの特徴はないですか。ないです、ね、大丈夫ですか。明日関根さんが来るぐらいです。関根さんが来るぐらいですか。大丈夫ですね。そうしたら、いやでもそうなんですね、大島選手なんか怒って、坪井選手に怒っといたっていうのはちょっと聞きましたけど。いや怒っちゃいないですよ。怒っちゃいないですよ、まあ、表彰台の時にすいませんでしたって言うからダメだよねって言ったら、ダメだよ、ね、あれはダメだよ優しい。僕はトークショーの間に連れときました。やっときました。この二の腕の下、牛側。そこ痛くないから大丈夫。でも山下選手もその状況でもうピットクルーも含めてチームは本当にもう一丸となった状態でバトンタッチを受けましたよね。やっぱりこう違いましたか、気合が。いやもう緊張しました。あ、緊張した。はい。してるようには見えなかったですか。いや、なんか冷静なのかなって、こうオラオラ煽られても全然冷静。すごいですね、もう車からそういうオーラを感じ取れるレベルなんですね。なかなか獣医さんでもやっと今何年やってんねんって言うだったんですけど、生木何年レースしてると思ってんねん。ずっと見つめてるから分かるんです。でも緊張されてる中でもじゃ冷静な、山木だけ見つめてるから分かんねん。ちゃれちゃいますね、今日いじめられてます私。はい、はい、まあでもそんな感じで本当にねチームの雰囲気が今一番いいように盛り上がってきていると思いますので、ぜひですね今日もねちょっと体重たいと思いますけれども、結果をしっかりと表彰台に結びつけて、表彰台乗ったらほぼチャンピオン決まってくるんじゃないですか。表彰台乗ったら申し訳ないですけど、次戦オートポリスは我々ちょっとあのオフ取らせていただいて、ゆくいあたりで温泉入ってくる。いやでもそのぐらいの領域 で、はい、で今回あのタイヤもですねブリディンソンさん、ね、柔らかい側と硬い側と用意いただいたんですけど、正直我々もタイヤどっちでもええなっていう、まあ、なんかタイヤがいいのは嬉しいんですけどね、はい、あのどっちも使えちゃいそうだから悩むんですよ、はい、なんかどっちがいいってなるんですけど、そう両方使えるんですか。だからまああのレースですからね、やっぱり自分たちの道具はより良くしたいっていう願望があってですね、でこれが ねソフト側はもう全く使えずにハートしかないっていうところもあると思うんですよ。その中でまあどれも使えるっていうのはものすごくブリースみたいに対してありがたいんですけど、ただ問題がありまして、レクサスの他の、まあ、1台を除く4台にも同じタイヤを供給しているということがまず問題でして、そうですね、それはなんとかこれから後半戦はですね、はい、我々だけにあのレベルのタイヤを供給いただけるとですね、23号車これあれですよ、あの同士打ちすることによって M さんにタイトルを取られてもいいんですかっていう話になってくるんですよ、ね、いや、まあ、僕の偉い人に言ってます、ね、そう考えるとですね、もうあの T チームとか C チームとかですね、まあ、あの辺にはもう供給しないようにお願いしたいなっていうのは、ちょっと僕からお願いしたいなっていうのはね、ありますよね。そうですね、まあでもブリティッシュさんとしては各チームしっかりとね足元サポートさせていただいて、はい、しっかりとしたレースを皆さんに楽しんでいただけるレースをお届けできればなと思っておりますので、はい、頑張ります。ぜひ今日のレース、そしてシリーズチャンピオンに向けての意気込みを一言ずつお願いいたします。ケンさん、お誕生日、すいません今ケンタ休んでました、はい、今ね休憩されてましたね。今多分目をつぶってたと思う、すいません、そのためのサングラス、今回からスパイっていうサングラスがあのスポンサーにつきまして、はい、四角い顔に四角いサングラスあんまり似合うかどうかちょっとわからないんですけど、ちょっといただいたサングラスはちゃんと、ね、ちゃんと律儀につけておこうかなっていう、はいはい、似合ってますよね。はい、とても素敵です。5人、6人の方から拍手いただきます。微妙ってことですね。微妙ってことですね。はい、ぜひデイレースへの意気込み一言ズバッとお願いいたします。はい、今日はまあ予選なんで、はい、午前の感じだとまあ多分 Q1 ギリギリ通れるか通れないかだと思うんですけど、通れるとまたいろいろ変わってくると思うので、まず僕は Q1 やるので、通れるように頑張りたいと思います。はい、期待しています。ありがとうございます。そしてエースお願いします。はい、まあ、厳しいレースですけど、はい、まあ、今回上位でフィニッシュできると本当今後有利に戦えるようになってくるので、正直来るまでは今回はまあ厳しいんだろうなと思ってたんですけど、まさかのちょっと戦えそうな気配があるので、ちょっとテンション上げて、はい、上位狙っていきたいなと思ってます。はい、期待しております。よろしくお願いいたします。
そして監督、はい、お願いいたします。まあまあ2人がね、本当に走りやすい環境を作って気持ちよくレースしてもらえるのとしてもらえないのとで成績違うと思いますし、我々がね、精一杯もう本当集中し続けてちょっとでも前行くことの順位がどのぐらいかということと、あとまあ他力本願的な要素になりますけれども、各チームがね、こう暑い長丁場のレースの中でミスする中ね、ミスせずに前にいるべき車が下がってくれるポイントをもう取りたいなと思ってて、でそれがここ富士とね、そので最後に戦に行けるかということでですね、精一杯戦いたいと思います。目立つレースじゃないかもしれないですけど、我々ようやく勝てるチームになって、勝てるチームになるそのパフォーマンスをですね、じっくり強いチームとして表現できるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。最後にいいですか。はい、何でしょう。土屋圭一どこ行った。土屋さんはあっちにどっちに。なんで僕と一緒に土屋圭一にならなかった。あれもう T シャツ着て嫌になったのか。土屋さん違います。土屋さんとのトークショーは、はい、ほら、スゴーでの結果で、だってここでね、どっちが勝った負けたで、また T シャツやるつもりでいてて、今回社長すいません、土屋圭一にピンク色の T シャツを用意したんですけど。そうなんです、今回もですか。はい、あ、そうなんですか。土屋さんに言っといてください。ブリヂストン松坂11で僕の T シャツか、はい、ARTA かどっちか着るのをやると思ってたんですけど。あ、そうなんですか。はい、土屋さん、はい、またちょっと勝負したいと思いますんで。そうですね、私ども勝ちましたんで、ようやく一勝同士に並びましたんで、次よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ聞いてもらおうと思います。皆さんツイートをしてください。土屋圭一逃げたな。ブリヂストントークショー、土屋圭一逃げたな、これよろしくお願いします。ハッシュタグブリヂストンスーパー GT でよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。松坂11監督、大